こんにちは。スピリチュアルの女神です。ツインフレームは性エネルギーと密接な関係があります。ツインフレームは互いのエネルギーを交流させ、人間として進化することを目的としています。ツインフレームが互いのエネルギーを交流させられると、人間の中の内なる神が目覚めより強固な肉体と精神に変化することができます。このツインフレームのエネルギー交流は性エネルギーと関わりがあります。というのもツインフレームのエネルギーの交流は性エネルギーを使って交流をするからです。そのためツインフレーム同士は性的な交流をするのが自然な流れです。今まで性にあまり関心がなかった方でもツインフレームと出会うとエネルギーの交流をしたくなり、性エネルギーが強くなります。自然なことですから恐れないように対応していきましょう。しかしツインフレームがお互いフリーの状態ではなく、すでにどちらかもしくは両方にパートナーがいる状態だと簡単に性エネルギーを交流させることができません。その場合はエネルギー交流を行うこと自体も試練の一つとなってしまうので注意が必要です。ツイン同士のテレパシー、ツインフレームはテレパシーを使うことも可能です。テレパシーと聞くと超能力のように特殊な能力を持つ人しかできないように感じますよね。もっと詳しく見ていきましょう。ツインフレームは一つの魂だったものが何らかの理由で二つに分かれてしまっている状態です。もともとが一つの魂だったということもあり、ツインフレーム同士の関係が深くなるにつれてテレパシーを使えるようになっていきます。テレパシーというと念を送るとか頭の中で考えている内容を送るというイメージがありますよね。しかしここまで精度の高いテレパシーを送り合うことができるツインフレームは実はそんなに多くありません。一人が見た風景や経験をもう一人は体験していないのに感じることができる。何か大きな出来事があって感情が高ぶった時にもう一人も同じ感情を感じることができる。このようなテレパシーを使えるツインフレームは多いようです。テレパシーが使えるのでツインフレーム同士は言葉を交わさなくても相手のことがわかるようになります。2019年に起こった奇跡。ツインフレームは2019年に関係が大きな変化がありました。これはなぜかというと、2019年はエネルギーに満ちている状態なので、月の満ち欠けとともにそのエネルギーのバランスが大きく変わるからです。エネルギーのバランスの変化に伴い、自分たちツインフレームのエネルギーの統合化や試練の乗り越えが可能になりました。ツインフレームが統合されればより深いつながりを互いで持つことができるでしょう。また試練を乗り越えられれば互いにもっと成長することが可能です。今までずっと自分の中にあった願いや希望が叶うかもしれません。そして1月17日、カナボスと火星、木星の関係でツインフレームの2人が出会いやすくなります。実際にこの1月17日のあたりで素敵な出会いがあったという方も多いのではないでしょうか。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお